どうも山崎亮です寝なきゃいけない時間になってるんですけどまたもう一個喋りたいなと思うことが出てきちゃったのでまた喋りますあのそれは今日鳥取で講演をしたっていうことなんですが鳥取での講演で思い出したことまあこれそっかだからこう今日は鳥取から運転して帰ってきたから運転してる間にいろんなこと考えるじゃないですかそれで喋りたいことがいっぱい出てきたんだろうと思うんですよね あれもこしゃべっときたいなっていうふうに思ってでもこれで最後にしたいと思ってますがあの来週も鳥取で公演だったんですよ同じ会場だってなんか僕もびっくりしました今日会場行って「来週も山崎さんの公演ですよね」って聞いて「マジで?」って思ってカレンダー見たらあの主体が違うんですってちょっと今回は鳥取 C かな C の関係の講演会だったんですパネル,パネルディスカッションとね公演だったんですが。 来週はですね県の関係だったかな市民活動関係のことで,で会場がたまたま同じ場所だと鳥銀鳥銀文化ホールだったかな鳥取銀行でしょうね鳥銀って鳥取銀行がやなんか経営しているのかそういう文化ホールみたいなのがあって今日もそこで来週もそこだっていうんで鳥取大好きですしね、まあ、さっき言った古道具屋さんもあるし 民芸もあるしっていうことでありがたい。で、まあ、今回はあのうちのスタッフたちがね来てで今日の午前中はいろいろ「古道具」見に行ってもいいんじゃないかと思ってたんだけど、まあ、久しぶりに山崎の公演を間近で聞いてやろうみたいな感じでその来てくれた6人ぐらいがですねあの講演会聞いてくれてたんですよ。であの、まあ、たまになんだろうなこの。 講演を聞いてくれた方々とかね今日,今日のシンポジウムだったんですけどそうやってパネルディスカッションみたいなことをやってるのを聞いてくれた方々がからお叱りもよく受けるんですがお前生意気なこと言いやがってっていう、まあ、それはその通りなんですよその通りで人間性の低さが露呈してるんですが一方でたまに褒めてくれる人もいるんですたまに褒めてくれる人がいてうんでそれはですねああいうパネルディスカッションみたいなもので コメントを求められるのに山崎はそのどんなコメントを求められても瞬時にねあのすぐ答えられるじゃないかとなんかまあちょっと気の利いたこと言うじゃないかと「すごいですね」って言ってくることがあるんですね、まあ、ごくたまになんですけどそうやってあのお褒めいただくとこれはとても僕も嬉しいことです。であのそれは何でそんなことができるんですかっていうふうに言われる時もあります。 これたまにですね学生さんとかにもそうやって言われたりあとうちの事務所のスタッフがご飯とか食べてる時にたまに「なんかああいうパネルディスカッションとかめっちゃ難しくないですか?」とか言われて「そう?」とかってちょっとこう言う時とかあるんですでそうって言ってるのは何でかっていうと僕らコミュニティデザインでワークショップやってるよねっていう気持ちがあるんですけどねうちのスタッフに対してはですよ。 コミュニティデザインでワークショップやってる時ってやっぱりそのワークショップの場所で台本もないけどみんなが言ったことを構造化してでということはこういうことっすねみたいなことを言ってまとめていくのがと、ね、ファシリテーションというか僕らの普段の仕事ですから56人の人たちがテーブルにいれば、まあ、それをなんかじっと話聞きながらまとめていくしコメントするっていう仕事ですもんねパネルディスカッションで4人とか3人とかの人がいてその人たちの話聞いて何か言うっていうのはい、まあ、わば普段まあ僕だったら20年ぐらい 鍛えられたことをやってるだけな,のであのなんかすごいことをやってるという気持ちがないけれども褒められれば気持ちいいっていうそれだけのことですよね。でだからコミュニティデザインやってる人にとってはそれはよくできることじゃないのなんて思うんだけれどもまあ確かにそのファシリテーションの場だって難しいっていうスタッフもいるわけですね。それれはだかかららこういういいコミュニティデザインやってない人たちからすれば ワークショップの場所っていうのをこうファシリテーションとか人々の意見を引き出したりまとめたりつなげたり統合させたり別の視点からちょっと揺さぶってみたりこんなことを日々やってない人からすればなんかすごいことやってるねっていうふうに思われるかもしれないそのコメント力ってのは一体どっから出てくるんだいとかど,うやどういう頭の中になってんだいとか頭の構造がどうなってんだいとかって言われることがありますねでね。 これはまあこの YouTube 始めた時も言いましたけどこれうちの事務所のスタッフに対する教育 TV みたいなものなんですね基本的にはでもそれをよほど内容のちょっとこの怖なやつ以外は公開してるってことなんですこの YouTube をねあのねまあうちのスタッフは知ってると思うんですけどかなり怖な内容になってるやつは非公開なんですよねうちのスタッフしか見られないようになってるわけですがあのまあスタッフが聞いてくれてもいいし 外の人が聞いてくれてもいいんじゃないかと思うやつについてはもうこの普通に YouTube チャンネルでお話をしているとは。だから今日はまあ結構それに近くてスタッフに向けて喋ってるバージョンだと思ってください。これまでに何度かありましたね。公開してるのに実はこれスタッフに向けて言ってるんですみたいなやついくつかありましたがえそのコメント力はどうやったら鍛えられるんですかって言ってるスタッフの方々スタジオエルのね。 あなななたたたたちはここれ前回よようなこと言っ SNS とかで「いいね」をつけないとかどういうことっていうねこれ「いいね」をつけろって言ってるわけじゃないですよ。「いいね」をつけろとは言わない。 だけど、いいねをつけないという選択肢は一体どこから出てくるんですかと、スタジオ L のスタッフの皆さんっていう話をしたと思うんです。なぜなら、我々はスタジオ L の L ですから、ライブですから、There is no else but LIFE。ジョン・ラスキンのあの、この最後のものにもっていう本に影響されて作った事務所に合流した人たちでしょうと。で、そのあなたの人生の中にある力を使って、人を喜ばせる、人をやる気にさせる、人を愛する。こういうことで、 他人の人の生にい,い影響を与え続けるこの人が新しい活動を生み出す活力を与えるこういうのをやろうよって言ってスタジオエールが出来上がりそこに合流した人たちなんだから誰かが語ったことについてハートマークつけるとかいいねを押すとか超いいねを押すとか本当にちょっと指を動かすだけでできるようなことでちょっとだけ人が前向きになるならそれやるのはもうライフの価値を知ってる僕ら。 絶対やっったた方がいいよねって話を前回したと思うんですよでこれは要するにスタジオル内の20人のスタッフが例えばうちの内部のねうちの内部のグループに記事をあげた時にもなぜその人の記事に対していいねで,でもいいよ悲しい目ででもいいよ何か反応することによって書い,た書いてよかったって思うっていうなんかこういうことをやる,やる人間が集まってるわけだからその。 1>, 1ミリにも満たないこのクリックあるいはタップを押し問題といや本当に良くないと思うんだったらね押さなくていいと思うでもちょっとでもいいねと思ったのに押さないっていうのはこの事務所に集う人たちにとって言えばちょっと哲学的に矛盾してるんじゃないかと我々が人々の背中を押してね地域づくりをこう進めてねより良い地域になるようにするために哲学として持っているのが ライフの重要性であなたのライフにおける力をね最大限に発揮して他の人の背中を押そうぜって言ってるんだからまずスタジオエル内部では背中を押し合おうよとそんな動画を出したと思います覚えてますそれはね、うん、で今回のもそれに似てるんですよなんでスタジオエルのスタッフたちがね山崎さんあのコメント力ってどうやって鍛えたらいいんですか もうパ,ネルシパネルディスカッションとか緊張しちゃって何言えばいいか分かんなくなっちゃってっていうスタッフがいるんですが練習できますよねいくらでもできますよね SNS にはコメント欄ってあるわけだからだから僕は前回ですね 事務所のスタッフが何か提案したり、何か事例を紹介してくれたりしたら、ありがとうとかですね、いいねとか押せばいいわけですよ。事務所のスタッフがなんか今回も鳥取行ったりとかしたら、鳥取行った時のこの写真とかをね、こうはしないか、スマホで写真撮って、あげてくれてるじゃないですか、全員に向けて、こんなあのフド道具が行きましたみたいな、あれにいいねはみんな押すようになりましたね、前回のやつで、いいねと思ったら押,せ押そうよと。 コミュニティデザイン・ラーニングセンター作るために一部の人たちが鳥取まで行って買い物してくれてるわけなんだから行ってない人たちは「ありがとういいね!」って押した方が彼らやる気になるじゃないかと言ったらまあまあみんな押すようになりましたねこれいいと思うんですでもそこでコメントしといたらそのコメントに対してやっぱりいいかどうかみたいなのも含めてコメント力鍛えられるような気がするじゃないですか。 何か写真送ってくれてるんだったらその写真に対して何かコメントいいコメント出せばいいわけですよそれに対して笑いを取るでもいいですよあるいはより深い話をするでもいいですよ誰かが記事上げたら記事上げたことに対しての即座に何かコメントするこれも全部鍛えられますよねなので何か情報が入ってきたら頭の中で何かのコメントを作りそれがちょっと反転させて出してもいいし横に出してもいいし真正面から言ってもいいけれども コメントする力なんてそこでめちゃくちゃ鍛えられるはずなんですよねなので少なくともですねあのそのコメント力の練習をしたいならあの非公式であるうちの事務所のグループの中でじゃもちろんあの自信ついてきたなら自信ついてきたならそのコメント力を駆使してあの外の自分の友達の投稿に対して ナイスなコメントしてみるっていうのもいいですよ。してみる。ちょっと外す,外すかもしれないんで。それちょっとコメントするのが怖いっていう人たちは、誰も外の人が見てない内部の中で先輩たちが挙げたやつとかね、みんなコメント合戦していけばいいじゃないですか。で、コメントに対してさらにノリツッコミするとかですね、あえてそこにボケるとかですね、ボケたら3人ぐらいツッコむツッコむツッコむとかですね、うちの内部のやつであれば、もうそんなコメント合戦やって全然いいような気がします。が、どうですか、今。 スタジオエロナイのいくつかあるグループありますよねで今回、えー、買い付けツアーみたいなグループもありますよねそこに結構みんな上げてくれてるじゃないですかいいねは押すようになったと思ってますそれは皆さんの,あの人生の力をうまく使っているとは思いますがコメント力は全然鍛えられてないその意識はあまりないんでしょうねあまりないんだけどその人たちが同時に何言ってるかというと パネルディスカッションとかでよくコメントできますね。あのコメント力ってどうやったらつくんですかって言ってるわけですよ。どうやってつくんすかって言ってる間にコメントしてみたらいいじゃないだろうかと思うんですね。そのための練習場所があるんだから,だからそこにその瞬間に思いついたことでコメントしてみてでスタジオの他の先輩方とかですね後輩も含めてみんなが「いいね」を押すのかどう,どういうふうに出るのか見ていれば自分のコメントがさえてたのかどうか。 外してたのかか滑ったののかかかと滑っそれともみんなに受け止めてもらえたのかはもうどんどん分かってくるわけですよね。なのでねこれはまたちょっと内部向けだったので厳しい言い方になっちゃっていてあの普段ねあのダラダラと進めてるこの山崎亮チャンネルの内容にしては。 どうした山崎今日は何か怒ってんのかいって思われるかもしれないんですけど怒ってるんじゃないんだよな何だろうこの鳥取行ってとても充実した時間を過ごさせてもらってでうちの事務所のスタッフたちにもめっちゃ感謝するというか感謝ってもおかしいですねコミュニティデザイン・ラーニングセンターはみんなで作ってるわけですから僕が感謝するわけではない、まあ、僕の施設でもないわけですけど嬉しくなったっていうのは正確な表現かなみんなでああいうのを作り上げてるっていう雰囲気に僕もめっちゃ嬉しくなったってでこの嬉しくなったからこそ なんかうちのスタッフたちが言うあの即座にコメントとか出せるのすごいっすよねあれどうやったらいいんですかみたいなのに対して嬉しくなったからこそコメントの練習なんかできんだろうっていうふうに言いたい気持ちがあってでもまあそういうこと言えないんでとりあえず車の中でいろいろ考えてで帰ってきてちょっと YouTube 撮ってやろうかとしかも明日朝早いから早く寝てくださいって言われているにもかかわらず今日2本も動画撮っちゃったっていうことなんですけどね。 とということなので、あのーまあ、ファシリテーションとかね瞬間的に気の利いたことを言ったりあ,あと、そういうほら講演会でどうやって笑い取ったらいいんですかみたいなととろもね笑い取る練習もできるじゃないかと、まあ、うちの内部なら恥ずかしくないし外に出てるときに、ね、滑り倒してたらやっぱりスタジオやるって思わないなみたいに思われちゃうかもしれない。 あいつスタジオエルのスタッフのくせに思わないなってみんなに思われてしまうかもしれない特に関西人は厳しいですからねその辺の目がね、えー、なのでこ関西に本社があるスタジオエルとしてはですよ大阪にあるスタジオルとしてはちょっとそのレベルで外にはは出さないでって思うのはあるかもしれないでもスタジオル内部のコメントだったらいくらでもさこう自分を試すことができるわけですよね なのでぜひ活用してみてください。もう数えてみたらいっぱいあるでしょ。スタジオへいるのはグループ、メインのグループあるし、雑談のグループもあるし、今回みたいにその、あのー、コミュニティデザイン・ラーニングセンターの買い付けグループもあるし、あとはコミュニティデザイン・ラーニングセンターのコアメンバーグループも別にありますし、ね他にもいっぱいあるでしょ。大阪事務所も東京事務所もグループ持ってると思うんですよね。だからそんなところでは、いいねを押したり、ハートマークを押して人の背中を押すこと。 そしてコメントをなるべくやって自分を鍛えることそのコメントに対して滑ってたらそれ滑ってるよってちゃんと先輩は指摘してあげることこれは愛だと思いますねこれ <laughs> は滑っとれないガイド、おな何やないガイドちゃんと言ってあげないといけない気がするんですよねそれによってどんどんレベル上がっていくと思いますからでまたその突っ込み方にも コメント力求められます何、ね、て言うんだろうなその角度から言うかみたいなやつとかねそれをなんかいろいろと模索してもらう場所として使った方がいい気がしますねそれ5年ぐらいやってたらもう結構コメント力ある人だねっていうことになってるだろうと思いますから是非非非公開のグループですね我々の中にしかいないあのグループをうまく使ってください。 ということでこれを公開の YouTube で喋ってるというのはそうですねスタジオエロの方じゃない人たちでももしそういうコメント力とかねなんかそういうのが高めたいなというふうに思う人がいたら SNS 結構使えると思うんですよね。だし LINE とかで友達とやり取りしてるときなんかもそういう応酬がねいろいろできるじゃないですかこうラリーがポンポンこういうのをね何回もできますからああいう場所でどんどん試していくと。 シンポジウムとかね、パネルディスカッションとか、あとファシリテーションとか、なんか、あの喋らなきゃいけないとき、すぐに打ち返さなきゃいけないときとかにあの、何言えばいいんだろうみたいなことっていうのはほぼなくなって、どの話聞いてても、自分喋らなくていいんだけど、今、さっきめっちゃ喋ったからもうコメントしなくていいんだけど、この人の話してるときに、もう言いたいことが1個も2個も3個も出てきちゃうわけですね。いや、だめだめ、俺ばっかりしゃべってる、今。だから次は俺はコメントしちゃだめ。ちょっと耐えて。 司会進行の方が「どうですか山崎さん」って言ってくれたらその思いついたもののもう3人ぐらい喋ってたら6個か7個思いついちゃってるわけですけどその中でも一番今いいなって思うやつを選んで1個出すだけですから、うん、そのコメント力がつくっていうのは結局そういうコメントをついつい思いついちゃう癖をつけるってことだと思いますしでこれ思いついちゃうとですねそれ全部喋りたくなって話が長くなるっていうのがこうう逆に統制しなきゃいけないところで,で僕はそれがあんまりうまくできないんで。 思いついちゃったら全部喋っりちゃいたいこの YouTube なんかはまさにそれですねで YouTube っていうのは尺が決まってないからめっちゃありがたいんですけどでもまあテレビのコメントラジオのコメントそれからパネルディスカッションこういうのはもうあの時間がねある程度この短めでやってくれっていうふうに言われるわけですけどこれが苦手ですね思いついちゃってるわけだから <laughs> 全部言いたくなるでもちろんスタッフたち若いスタッフたちから聞かれるのはどうやったら思いつくんですかなのでまずその段階は コメントの練習いいいっっぱいやってくれととうことそれしかないですねそのうち来ますから思いついちゃってたくさん喋っちゃうっていう今度はここと戦わなきゃいけなくなりますんでねそれでも第2段階だと思いますから <laughs> まずは第1段階は誰の話聞いてても何か言いたくなっちゃう自分っていうのを作っちゃった方がいいような気がしますねはいということで今日はそれぐらいにしておきましょうありがとうございました